どうも D チャンネルです。前回の放送でですね、カンガルーの肉をステーキにして食べたんですけども、そのカンガルーの肉、こんな感じでまだ半分余っております。250g ぐらいですね。今回はこれをちょっと加工調理して、そうしたらどんな味わいなのかっていうのを試してみようと思いまして、今回はカンガルーのハンバーグを作ってみたいと思います。というわけで、まずは玉ねぎがあった方がいいかなということで、みじん切りにしていきたいと思います。つなげたもんですね。いやでもこうやって調子乗ってるとすぐ手切るんですよね。ほんと玉ねぎが一番手切りやすいですかね。この辺なんかつれていってビターっていくって。どうしようかな。普通ハンバーグの玉ねぎって炒めたりとかするんですけど、生のままいくか炒めるか。生の玉ねぎ下手に使うと、うん、でかすぎてなんかばらけちゃったりするんですよね、焼いてる時に。あ、そうですね。はい、結構そういう点数あったりするんですけど、かといって炒めると、炒めた後にすぐさま種にやると種に火が通っちゃってまとまらないんで、冷ます時間必要になってくるんですよね。時間必要になったりするんで、めんどくさいんでもう生でいきますね。というわけで、こちらの、カンガルーの肉をミンチにすべく、こちらミキサー、フードプロセッサーを使います。カンガルーの肉をもうこのままいっちゃいましょう。そういうことですか。はい、こういうので、で、ここに玉ねぎのみじん切りも加えちゃって、つなぎとして卵で、あとはパン粉ですね。で、あとは味付けで塩と胡椒。オープン。おー、あ、ぽいですね。でっかいな。結構でかいですね。これがカンガルーハンバーグの種です。あ、どうだろうな、脂肪分少ないから焼いていくうちにね、ほぐれるかもしれないですね。いい音がしてきましたね。ただ水が蒸発するだけですけど。それではこちらの成形したカンガルーのハンバーグを焼いていきたいと思います。ちょっとしっかりと表面を焼き固めるため、ちょっと蓋をして蒸し焼きにしていきたいと思います。さあ、あれから数分経ちました。ドーン。お、いいですね。表面ピンとすると思います。せーの、あ、あ、ハンバーグだ。あとはこれでこのまま1、2分ほど焼いて、さらに盛り付けていきます。じゃあせっかくなので中にトマトを。何ですかね。フライパンでソースを作ります。中濃とケチャップ、ほんで炒めるとなんかこうソースっぽい見た目になるっていう。本当だ。おお、すげえ。カンガルーのハンバーグの完成です。さあ、というわけで、出来上がりました。こちらのカンガルーのハンバーグ、どんな味なのか食べていきたいと思います。何で言われちゃくしたんですか。いや、なんか何も言わなかったから。どうされたのかなって。あははははは、そういうことね。じゃあ、いただきます。ハンバーグだ。こっちの方がいいね。こっちのです。より食べやすくなりましたね。食べやすくなりましたね。はい、さっきのステーキもだいぶ弾力あって、それはそれでいいんですけど、これもミンチにはなってるけど、それでもちょっと多少は硬さが残ってて、そこからやっぱりすっきりとした旨味がやっぱりじわっと出てきますね。ソースが美味しいですね、これ。そうですね。美味しいな。そう、もうこれはもう完全に誘導尋問な感じで。で、カンガルーの肉はどうやっても美味しくいただけるということで、もう本当皆さんぜひともカンガルーっていうかザ・ミートガイですね、ぜひとも注文してみて食べてもらえればと思います。ありがとうございました。じゃあゆっくり食べましょう。